タレント、浜口純子、37、が3日、自身のツイッターを更新、突然ですが、三重県に引っ越しましたと三重県へ移住したことを発表した、住環境を変えてみたい、という思いと地方創生に興味があったからです。とし、他にも理由はいくつかありますが、いろんなことを経験、再感したいと思いまして、タイミングを見てこの夏、移住することにしましたと明かしている。浜口は、三重は子供の時から何回も旅行で行ったり、ずっとご縁があり、大好きな場所です。海と山に囲まれ、心が癒される場所です。神聖な場所もあります。美味しい食べ物もたくさんあります。東西両方の文化があり、楽しいです。と三重県の魅力をアピール、三重。東海、近畿地方で生活していく中で体感したことや魅力を皆様へお伝えしていきたいです。まだまだ知らない三重県、東海、近畿地方に出会い、魅了されていくことを楽しみにしています、と意気込みを綴った。また、三重は自身の実家である大阪と、夫の実家である名古屋の中間地点ということも述べ、お互い家族との時間、故郷を大切に。という神様のお導きかもしれません。とも記し、今後の活動については、もちろん続けさせていただきます。三重から出勤しますよう、名古屋と大阪に近くなり嬉しいですし、これからいろんなご縁が広がりますように。引き続き応援、よろしくお願いします。東海初心者なのでいろいろ教えてください、と呼びかけた。浜口は2001年のホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、2016年に9年半の交際期間を経て一般男性と結婚している。